まってたんですけど、これ初めてで、ようやくこの企画 の, あの自分の目標としてのものができたんだけど、どうだった試合見て。何が良かった？雰囲気すごかったね。勝ってる。でまだスナックもついてる状態だから、このまま来たからリアルを感じ取ってほしい。私もサッカーやってて終わったんですけど、なんかフィジカルには自信があって、それで判断しながら、その反射でこっち行くとか、そういう練習とかしたらいいかなと思うけど、どんどんボール触れば多分自分の行きたいところに行けるようになると思うから。プロになるにはどうしたらいいですか？プロになるにはどうしたらいいか。とにかく練習する時間を長く持つことが、その1日の中でもそうだし、それをどれだけ継続してやれるかと思うから、今ってさ、YouTube とかさ、好きな選手のプレーとかさ、見れるじゃん、簡単に。そういうのを真似する時間を長くしたりとか、見るだけじゃ上手くならないから、それを実際にこう、自分でプレーする時間を長くすれば、その時間を伸ばすとか、近くにできると思ったら、いっぱい練習してます。裏とかやね、どういう、どういう状況気をつけて帰ってくださいありがとうございました。